皆さん、おはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年8月30日、水曜日ですか皆様、いかがお過ごしでしょうか昨日の夜ね、びっくりしたね、これね。よく怒っちゃってですね。これ15分足なんだけどね、あの、急にね、怒ってきちゃったんですよ。夜ね。 昨日の夜、あのー、爆上げしたんですよ。なんじゃなんじゃいっつって、これ、びっくりするほど爆上げしてですね、147円ですよ。147七の、40来たんだよね。147円来てですね、 この夜の爆上げが <laughs>、あの、ずいぶん上がってきてたんですよ。でも、さらに上がっちゃって、もう、ものすごい爆上げだったんですよね。で、まあ、資料発表か用心発言かがあってですね、夜、10時ぐらいかな、<laughs> <laughs> 11時ぐらいかな、こう、手続けて、<laughs> 下がって下がって下がっちゃってるんですよね、今ね。で、今はあの145円78で、まあ100ピプス以上ですね、150ピプスぐらい下がっちゃってるんですけど、<laughs> <coughs> まあ今、安定してますね。で、まあよ <coughs>、またね、こんなに下がると、この辺の終わり方。 っていう,うにね、思っちゃうんですけど。<laughs> よく見るとね、4時間足、4時間足でね、この青い75移動平均線、を割ってないんですよ。引っかかったんだよね。ここも引っかかってるんですけど。ここもね、引っかかってるんですよね。まあ、これはちょっとだいぶ、だいぶいっちゃったけど、まあ、これも引っかかってるっていうんですけどね。 でこう、引っかかってバウンドするんだよね。<laughs> の今日ね、朝、これから上がります。嘘だろってぐらい上がるから、嘘だろって150ピップス下がってね、これみんなショート入れてるんですよね、今ね、ショートばっかり入ってるんだけど、嘘、この垂直下げでね、<laughs> まあ普通緩やかにこう下がっていくじゃないかと思うじゃないですか。75度平均線ですごい強くてですね、バウンドするんだよね、これ。で、昨日の高値よりも今日上行っちゃう。なぜかというと、今週の金曜日に雇用統計があるんですよね。金曜日にね,ね、それでまあちょっと揺れてるんですよね。あんまあ遊んでるって感じかな。 で、金曜日の夜のね、雇用統計に向けて151円つけると思いますよ。なので、あの、ここでショート出ちゃダメですからね。ショート出たら大変なことになりますから。はい。あの、何かあってもロング。とにかくロングロング入れとけば大丈夫ですから、助かりますからね。ロングロングロングって、ここ,こ,こは、あの、ロング入れとかなダメですよ、これ。うん、絶対にね。 全然大丈夫。何があったのって、もこんなび、いちいちビビっててもしょうがないからね。こんな、あの、僕、クラスになると、こんな、いちいちビビりないし、ションベヘンもいかないしね、はん。150ピプス、200ピプスぐらいで、一瞬で下がったところで、まあ、ビビりもしないですね、別にね、はんって感じですね。うん。で、コインビットはどうですかね。 おいおいい400万 !406 万まで上がってますよ、一気にね。えおいおい,おい買いにくいよえ ?360 万じゃなかったの ?400 万いっちゃったよ。おいおう おお <laughs> やりましたね皆さんおめでとうございますビットコイン保有者の方皆さんおはようございますおめでとうございます,いますこれねおう,う,うちょっと分析してみますかたまにはね ああ、やっぱ上がるんだね。これ、この赤い雲、赤い雲、外出たね、これね。ああ、これ一気に行くよ。一気に今日からかな。ぎゅーって行ってるからね。気をつけなさいよ。うわぁ。1000万向けてロけた車数数数あるから、今日も入金。うわぁ。 お金稼いでも稼いでも介護の費用でどんどん出ていくし自分で好きなものも買えないしアルファード出たな新しいの出たなベルファイア出たな NBOX も新しいの出たな欲しいな FX の金でちょろんと買えるじゃん全部介護の金で出ていって全部なくなっちゃいますよ本当に悲しいですけど まあ、親のために使ってるからね、全然おいしくも、クソもなんともありません。まああの、それがね、何億、何兆億になってしまっても、親のためにね、使ってるからとか、親とか、身内のためにね、使ってるんだったら別に、お金がどうしたのって感じで、また稼げばいいやって感じなんでね、僕はね。だから、逆に幸せですね、今ね。幸せ。本当に、本当に幸せですね。 でね、またね、あの、また自分の時間を取り戻したら、アルファード買おうかな、ベルファイヤー買おうかな、なんて思ったりもしてますよ。そして、このビットコインですね。力強い。力強い要線ですね、これね。えー、えー、早かったね、これね、ボックスね。 なかったですね。ちょっと低迷ブル期間がね。ええー、結構このぐらいあるのかと思った。このぐらいね。なんかっこんだけでもね。ああ。うわあ。うあ。<laughs> 買いにくいな。こんなガルると買いにくいな。やだな。ビットコインあの気をつけないと本当に上がっちゃうんでね。 はい。それではね。<laughs> 今日はモーニングショットということで、はいね、これで終わりにしたいと思います。あとね、これからね。まあ,あ、あのー、今までね、仮想通貨投資と FX 投資やってきて、ね、ちょっと難しいな。私にはちょっとかなり難しいなと思った人いる,いると思うんですよ。でね、もっと簡単なね。そして、簡単なんだけど、結構儲かるのを見つけました。 それは宝くじです。宝くじね、一口100円とか200円じゃない。あ300円もあるけど、だいたい200円ぐらいね。ロトしロ、ロト3とか、ロト3、ロト4とかね。あ違う違う、ナンバーズ3、ナンバーズ4とか、ロト6、ロト,ロト7とかね。まあ、だいたいナンバーズとか、ロト、ミニロトとかって結構あったりするんだよね。 僕もナンバーズ4でね、ボックスで4万4000当たった時ありますけど、結構嬉しいですね。で、まあ、あの、ミニロットとかね、当てていきたいなと思ってるんで。ミニロットだとね、だいたいね、あのー、1500万とかね、2000万ぐらい当たるみたいですね、1等だとね。なので、まあ、200円じゃないですか。 でまあ当たる攻略法とかっていうのもね当てる攻略法っていうのはある程度あるんですよね。だからあのー、丸坊主でねあの外れちゃうってわけじゃなくて毎回毎回ほら、あのー、直近5回とか10回の、あのー、出現数をね、あのー、結,構結構固まってるんだよね数がね。でそれで、あのー、やっていくとかなりの確率で当たるんですよね。 で FX でね、1億円って結構時間かかるけど、宝くじじゃったらい一瞬だからね。<laughs> 一瞬で、ね、宝くじさでさ、宝くじはスマホでも買えるからね、みずお銀行でね。スマホでも買えるし、みずお銀行の ATM でも買えるからさ。まあもちろんねあ、お買い物行ったついでにね、あの駅前とかでも宝くじですよ。 センターがあるんで売ってますからねそこで買えばいいので、まあ、それでですねあのーまあ、もっとね FX 難しいしね MT4 の使い方とかパソコンとかね無理でしょあのそれよりさ宝くじだったら買うだけとかねナンバーズとかロト6だったらあの専用の紙にさ鉛筆でピッピッて書くだけとかね それ、売り場の人を教えてくれるからね。まあ、あとはスマホで買うこともできるし、ATM で買うこともできるんでね。あの、水を銀行の ATM とかね。で、継続的に買うこともできるんですよね。で、それで、まあ、あの、僕の方でね、当たり確率のすごい高い、えー、あれ、毎日やってるんだけどね、当たり、当たり確率のすごい高い数値をですね。まあまあ、できれば毎日ね、発表していてですね。 まあ、ロト、ナンバーズ3だったらね、まあ、1等、3だったら1等当たってもですね、10万円なんですよね。だから、あの、たいまあ、半分の5万円ぐらいなんですよね、一等ってね。だから、かなりの確率は足りますからね、あれね。あの、皆さんとね、一緒にね。ああ、宝くじもあったな、と。そういうことはですね、やっていきたいと思います。 それではビットコインも楽しみですね。これね。ちょっと、バカがもう買えなくなっちゃったけど、今買わないともう、すごい伸びるからね。それでは千葉県松の市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。バイバーイ。